どうも、こんにちは。北海道のサルカムイです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、このもう来てるんでわかると思うんですけど、今年というかサルカムイのダウンジャケットを紹介したいと思います。これノースフェイスなんですけど、韓国の、限定のホワイトレーベル、ノースフェイスのホワイトレーベルっていうのがあって、韓国限定で、カジュアルラインになるのかな、韓国の。なので日本に、正規品としては入ってきてないので、個人輸入とか輸入代理店のところから、購入したものになります。やっぱ日本に売ってるノースフェイスとラインが違うんで、こうデザインも変わってきてますね。でこう縦に止水ジップでノースフェイスって書いてあったり、後ろのとこにも刺繍でノースフェイスって入ってますね。で、まあポケットが1、2、3、こっちに上下にポケットがあって、フードがある感じですね。大きめのダウンがいっぱい入ってるフードであったかいです。立ち上がるかな。で、まあ着丈はこんな感じで短めの着丈になってます。で、生地が、ドライベントっていうこういう生地、コットンみたいな生地ですね。なんかちょっときれいめな感じで着れるので気に入ってます。で襟もこうベロアみたくなってて、スベスベして、ジップ上まで上げた時結構気持ちいいですね。当たりがストレスとかないです。でダウンもプレミアムダウンジャケットになってて、かなりあったかいダウンジャケットになってます。まあダウンジャケットって結構値段高いじゃないですか。なのでまあ、毎年いろいろ吟味すると思うんですけど、まあカナダグースもそうですし、モンクレールとかもいいんだけどすごい高いですよね。で今サルカムイ一番欲しいのあのデサントの、マウンテニア、あれが一番いいなと思って、ちょっと10万税込みで11万12万ぐらいするんで、ちょっとまだ手が出ないですけど、あれだとまあ3年4年切れると思うんで、まあ日本人に多分ダウンが高級品っていうか高いものだって植え付けられてるんで、すごくダウンって高級品って感じするんですけど、まあ、日本のノースフェイスでもヌプシとか結構昔からある、まあ手頃な価格でいいとは思うんですけど、まあデザインとか含めて、まあサルカムイはこれがいいなと思って買いました。だいたいねこのダウンジャケット、3万弱ぐらいで買いました。ヌプシとかいろいろノースフェイスの買ってたんですけど、まああんまり機能的には大差はないかなって感じですね。まあフードついてるモデルの方が、まあ、使い勝手はいいと思います。特にサルカムイ北海道で寒いとこに住んでるんで、それがすごくお気に入りです。まあ、ダウンジャケットまだまだ
活躍できる時期なんで、ね、まあそんなにお金予算がないよっていう人、ノースフェイスのホワイトレーベルで検討してみてはどうでしょうか。メルカリとかでも売ってますし、ノースフェイスホワイトレーベルで検索したら結構いっぱい出てくると思います。まあ、また何か紹介したいことあったら、動画アップしていきたいと思います。それでは40代サラリーマンの、商品紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。